高専推薦入試、高等諮問の練習の動画です。実際に出題された問題を使って、皆さんと一緒に高専の推薦入試の高等諮問、学術面接について対策していこうと思います。それではまず早速、簡単な問題から行きましょう。y イコール x 二乗のグラフの形の特徴を3つ答えてください。それではどうでしょうか皆さんやってみてください。一時停止をして、目の前の先生に解説する気持ちで説明してみてください。 それでは僕だったらどういうふうに説明するか紹介したいと思います。まあ、例えばホワイトボードに書いていいですよみたいな感じで言われている場合を想定してお話ししていきたいと思います。まあ、y イコール x 次乗のグラフはま、このような形で書けると思います。みたいな感じでまず自分でこうやって書くと思います。えそうすると y イコール x 次乗この比例定数というのは1ということで正なので上に開いています。っていうのが一つ目ですね。上に開いている。 これが一つ目の特徴として、まあ、まず言いたいところですね。もう一つ、必ず原点を通っているってところですね。このグラフの形の特徴、二つ目としては、原点を通っているっていうところです。原点を通る。さあ、もう一つ言えるでしょうか。もう一つ言うとすれば、直線の式とは違って、ま、X の増加量に応じて変化の割合が異なるっていうところですね。え例えば、ここをね、X の増加量と見たときに、変化の割合はこの直線の傾きになります。 ここからここまで変化した場合ですね変化した場合は変化の割合はこの直線の、まあ、傾きになるわけです直線とは違って x の変形に応じて値が変わるわけですそれをまずね3つ目としては言えたらいいかなって思います、まあ、x の増加量に応じて x の増加量によって、まあ、変化量、えー、変化の割合が異なる変化の割合が異なる割合が異なるグラフをしている 異なるはい。これがね、グラフの特徴かなというふうに思います。まあ、放物線なので直線ではないので、まあ、区間によって、X の増加量によって変化の割合が一定ではないっていうところですね。それでは次の問題行きましょう。物体が一直線上を速さが一定に増加して進む運動において、移動距離と時間、速さと時間はどのような関係にあるか答えてください。まあ、こちらはですね、もう普通に、まあ比例とか、えー、放物線2、二乗に X の二乗に比例するとか言葉で言ってもいいんですけど、グラフで説明すると一番簡単ですかね。じゃあグラフを用意しましょう。 まこのような形でグラフを用意しますでまあ時間 t とおきましょうか、まあ、時間って書いていただいても結構ですで速さで移動距離縦軸に取りますっていうふうに言ってでそれぞれのグラフはこのように習いましたって言って紹介すればいいですよねはい今回の場合物体が一直線上速さが一定に増加するので加速しています等加速度運動なので速さは一定に増加する ね、一定に増加するので、比例のグラフになります。で、移動距離は、等加速度運動における移動距離というのは、時間の2乗に比例するので、こちらの放物線を描きます。これが説明できるといいかなと思います。グラフを書いて、速さは、比例で、えー、増加して。で、速さと時間は比例と。で、移動距離と時間は、時間の2乗に比例する、という風に説明できると、バッチリかなっていう風に思います。まあ、復習ですね。それでは次行きましょう。以下の三角形の面積を出してください。ではこちら、高等詞問で問われたら、どのように答えるでしょうか。皆さん考えてみてください。説明できるでしょうか じゃあ実際に自分で説明してデモンストレーションをしてみてください。一時停止をしてみましょう。それでは答えを確認していこうと思います。こちらね、135度という角度が意味深ですし、この三角形の高さは5ルート2ではなくて、あくまで BC の延長線上と A から水線を下ろした時のこの水線の長さが高さになりますから、ここを求めないといけません。だから補助線を引いてあげましょう。こんな感じですね。そうすると13、135度こちら180から引くと45度になりますので、ここ、90度と45度、ここも45度ということで、1対1対ルート2の有名三角比になるわけです。よって、ここは5センチ。 でここも5センチ、というふうに分かるわけです。よって、底辺を BC と見たときに、ね、底辺を BC と見たときに、高さが、ね、こちらも5となるわけです。よって、底辺×高さ ÷2 をしてあげれば、この三角形の面積が求まるわけです。底辺×高さ ÷2。よって、2分の25というふうに分かるはずです。まあ、意外とね、いざ、パッと目の前で聞かれたら解けなかったりすると思いますので、気をつけましょう。それでは次、10ワットの電気ポットで7分間水を加熱しました。この時、電気ポットから発生する熱量は何ュールか。この場合、秒数×ワットでしたね。 えー、電力かける秒数。これを計算していきましょう。それではどうなるかというと、えー、これが電力ですね。電力と時間です。じゃあ100、100ワットかける7分間は420秒なので、じゃあ、w、ワットかける秒。これを計算してあげると、42000ジュール。という風に計算できると思いますので、これを説明してください。熱量は、 電力かける秒数、時間なので100、100ワットかける420秒で4万 2000J というふうに答えれるとバッチリです。それでは次行きましょう。一辺が A センチの正方形を底面とする高さ H の直方体の対角線はどうなるでしょうかこちらどうなるでしょうか、まあ、ホワイトボードで説明していいのであれば、こういうふうにもう実際に書いてあげればいいですね。えそうするとどうなるかといいますと、底面が A×A A の A センチ A センチなので、このように書いてあげます。で、対角線のね、長さなので三平方を使うんですかね。そうすると三平方を出すために。まあまず、ここのね、よいしょ。 ここ出しますよね。この対角線を出しますね。で、これは簡単ですね。これは A√2 ですね。1対1対 √2 がね、ここで確認できますから。ね。1対1対 √2 です。1対1対 √2。で、さらに高さが H という風に言ってるので、ここ H ですね。で、対角線っていうのは、この高さが H、底,底辺が A√2 の長さになりますので、えー、これのね、えー、三角形、直角三角形のこの対角線になりますからね。この青い、まあ、この青い辺をどうしましょうか。じゃあ X としましょうか。X が欲しい場合は、 三平方の定理からこうですね H2 乗プラス A2 乗かける2よって H2 乗プラス 2A2 乗。 でこれが正解ですね。これを H と A で表現したときの、まあ、X の値かなというふうに思います。はい。ここまでね。まあ、急に聞かれても、スラスラ答えれるようになるといいですね。はい。ということで、英語です。じゃあ、これ、こちらで、ね、皆さんも説明できるようにしてください。パッと聞かれてね。あの、口頭かもしくはペーパーで答えれるようにしておいてください。それでは、答え確認していきましょう。上から行きましょう。不定詞の復習ですね。えー、私は何か飲むものが欲しいということで、えー、I want something to drink。これが正解ですね。I want something to drink. 何かが欲しいです。飲むべき、飲むための、こうですね。I want something to drink. 簡単でしょう。こちらの、不定詞の、こうですね。s o m e t h i n g を就職している。という、用法でした。じゃあ次。私は今日すべきことがたくさんある。I have a lot of t h i n g s t h i n g s to do today. ですね。これも一緒で、to do が things を就職しています。すべきこと。っていう風に言っていますね。こういうのを形容詞的用法って言うんでしたね。名詞の後ろに to do がある場合、その直前の名詞を不定詞が就職してくれます。寝る時間です。It's time to ゴールベット。これも go to, to go か。t w がタイムを就職しています。寝る時間です。寝るための、寝るべき。っていう風に言っていますね。この流れしっかり押さえておいてください。まずここまで言い切って、後ろから就職してあげる。という流れになっています。気をつけてください。はい。それでは最後ですね。下の図で演習場の12点は演習を12等分しています。角 X の大きさを求めなさい。それでは皆さんこちら解いてみてください。実際にこれ聞かれたら解けるでしょうか。それではやっていきたいと思います。演習角使いたいのでね。あのー、あの、それ使いたいですよね。じゃあちょっとやっていきます。 ま,あまずこんな感じで円周角で分かりそうなところはこうやって結んであげたいですよね。うん。あと他には、うーん、そんなもんか。で、まずポイントは、これね、円周角の定理で、この直径がこの弦だった場合、90度っていうのを習いましたよね。直径が弦だったら90度。直径が弦だったら90度。で、これを利用します。直径が弦だったら90度だから、1、2、3、4、5、6。6。この等分している、これを丸としましょう。×としましょうか。1個分の長さを×とします。 で、この×が6個分集まった場合、これだと90度なわけです。で、円周角の定理によって、この円周角とこの長さは比例するんでしたね、確か。2倍されたら円周角も2倍。3倍されたら円周角も3倍。っていうことなので、この X1 つ分の大きさが出るはずです。X6 つ分で90度。というふうに分かっているので、これを使うと X1 つ分は 90÷6。これで出せます。そうすると3分の45。 15っていう風に出るわけです。じゃあ、この、×ですね。×印一つ分の個に対する円周角は15度っていう風に分かったので、それをね、全部記入していきましょう。そうすると、ここはどうなるかっていうと、分かるところどんどん書くしかないですね。30度です。ね。×二つ分だから。そして、他にも分かるところ。ああ、もうこれ一気に行きますね。これアドリブで解いてるからちょっとあれなんですけど、ここでね、えー、っと、どうなるかっていうと、ここに行けますかね。1、2、3。ここ45度ですかね。45度。うん。で、最後に、ここですね。ここ。 内角が180度だから30たす45で75。じゃ、これは180匹75。で、えー、これね、105度っていう風に出ますね。で、さらにここ。うん。あ、ぶっちゃけ、あ、これでもダメか。これ、ね、よ、良くない解き方しましたね。これ X75 が正解です。 外角の性質を使えばよかったですね。まあ、こことここ足したら外角ですね。うん。こことここ足したら外角だから、X イコール75っていう風に出せればいいかなっていう風に思います。はい。まあ、これがね、まあ、高等諸問でざっと自分の言葉で説明できたらいいかなっていう風に思いました。はい。ということでね、ちょっとアドリブで解いたので、ちょっといらない部分もありましたけど、参考になさってみてください。まあ、いきなり出されてね、パッて答えないといけないので、ちょっと難しいと思いますが、まあ、高等諸問の練習として、まあ、あとね、2、3本くらいあげれたらいいなっていう風に思っています。それでは、皆さん推薦入試近い人もいると思いますので、頑張ってください。あなたの選択肢光線を。 Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.